いつもご視聴ありがとうございます。スパットをしっかり見て、投げる。で、目を離すタイミングというのは、ちゃんと皆さんはできていますか上級者、中級者の方になると、初心を忘れて、スパッと投げた後、スパットから、 目を離すといった場合もたびたび出てくるかと思います。今日は、ボールがどのあたりを通るまでスパッと見てればよいのかについて、もう一度、中級者、上級者の方は初心に戻っていただいて、初心者の方は新しくスパッとを通る位置がどこまでかというのをしっかりと把握してみてください。 では、まず、ボールが転がります。僕がはいというところまでスパットを見るようにしましょう。はい。今ぐらいのところまでボールが通るあたりまでこのスパットをしっかりと見てください。では、もう一度いきます。はい。 では、もう一度です。はい。だいたい今ぐらいの感じで、スパットの上、真上ですね。真上で目を離していいということではありません。スパットを通るまでです。し正しくは、スパットをボールが通るまで、このあたりまで、ボールがスパットを通るまで目を離さない。 という意識をしっかりとしてください。まあ、上級者の方、中級者の方で、えー、結構慣れてくると、えー、この辺りでも通った感覚になってしまって、この辺ですね、逆から見ると、えー、この辺りですね、この辺りでも目を離してしまうといった場合が、えー、頻繁にありますので、しっかりと ま、カメラ目線ですが、実際にボーリングをしている感じで見ていただいて、このあたりまでしっかりとボールを見るようにしてください。ボールがと通るところです。その後は、ピンに当たるまでコロコロとボールがいって、まあ、ピンがこの辺にある、もうちょっと向こうですね。あの辺にピンがあるとしたら、 この辺でボールが曲がり出すのか、もう少し奥でボールが曲がり出すのかについて見ていくといった順次の感じになります。ので、まずスパッドを通る位置までは、通った板目をまず見ます。通った板目。まあ、仮に20枚とします。20枚通っ ところままでしっかり見ますこの時にボールがちょっと左側をスパッと左側を通ってしまった時は18枚を通ったということになりますし反対にボールのスパッとの右側を通ってしまった場合はだいたい18枚を通ったということになりますのであとはこのボールが 落ちた痛めとスパッドが通るまでボールを見ていることですね。こうすることでコントロールが非常に腕が振り抜けてしっかりとしたボールが投げられます。あとは落ちた時のボールの角度。このボールが外にこう曲がって少し角度がつきすぎているのか反対に 角度が内側に落ちすぎて、角度が緩すぎたのか、などを見ていくという形になります。ので、落ちた時はしっかりとボールがまっすぐ行くように、痛め、痛め、痛めに沿って、腕を振り上げるように、 ししてて練習してください今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回も投稿いたしますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。